break it down, break it down. 間違いと笑われた夢、 The mistake ここから Just wanna break it down. 隠しきれない何度も猛ダッシュしました。COS ボードという柔らかいボードと工作用紙などで作ってます。視界が悪くて何にも見えないので振り回しても大丈夫。カメラと合わせて役者も回転してます。タイミング結構シビアです。3人それぞれの腕、肩、顔を撮ることで一人のキャラクターに見えるようにしています。カメラに映らないように一瞬しゃがんでいます。足がつらい。Just wanna break it down。短い間、そして暗い中で急いでポーズを決めています。その後はライバルのコートをバサッと。おなじみのカメラ前から後ろに下がっていく動き。この子の顔の向きが難しかった。ゴムボールにフェルトを貼って顔をつけました。安全と軽量化のためにプラスチックの鎖を使ってます。振り回しても大丈夫。 Just wanna break it down。カメラに映らないようにこっそり剣を渡してます。邪魔にならないように布をふわっと浮かせてから渡してるのもポイントです。カメラの死角から飛び出していいバランスになるように止まってます。曲も早いので相当シビアでした。ここからの移動がめっちゃ時間ない。何度も猛ダッシュしました。今回はモチーフが正体ということで体服のジャケットを揃えました。ワンショート襟は後からつけてます。おっと、この模様は。
戦で使った全身タイツにボードを切って作ったパーツを装着。パーツには蛍光のアクリルガッシュを塗ってブラックライトで光るようにしました。マスクにはイルミネーション用の電球を仕込んでいて、ちゃんと目が光るようになってます。巨大な感じが出るように動きを気をつけました。視界が悪くて何にも見えないので、最後はニーナさんに助けてもらってます。布を使って瓦礫を吹き飛ばしてます。2人の息がぴったり合わさるのが大事。瓦礫には蛍光増白剤入りの洗濯用洗剤を塗ってブラックライトで光るように作りました。ブラックライトは手が足りないので最初は床に置いています。ポーズの後ダッシュで取りに行って綺麗に光るように調整をしています。剣の製作と武器の塗装を担当してます。剣は COS ボードという柔らかいボードと工作用紙などで作ってます。かなり試行錯誤だったんですけど、もうできる限りデザインに忠実に作りました。このハンマー、実はピコピコハンマーなんです。重く見せるパントマイムの技です。コンがあったら回さないと、綺麗に回せるように練習しました。本番で落とさないか心配だった。人に当たらないかどうかヒヤヒヤしてました。トンファーらしく回せるように練習だいぶ頑張りました。アニメオープニングらしいスピード感のある戦いができるように頑張りました。2人の戦闘スタイルの微妙な違いにもこだわってます。布を巻いた椅子を自分で準備して登場します。バランス取りづらいのと、位置取りもギリギリまでできなかったのがちょっと大変でした。最後はスロー、これもパントマイムです。この後が忙しいんです。後ろの方にいる私はしれっとカメラから逃げます。他のメンバーは合図で一気に移動。最後もバタバタでした。これらを踏まえて実際の撮影風景 OK テイクをご覧ください。テイク15、曲いきます。ブレイクダウン、ブレイクダウン、間違いと笑われた夢、ダメせか、ここはWhere can I